CMTK という、ユニット2人組で参加している森千尋と言います。都市を観察して、その断片を持ち帰ってそれらを作品にしている感じです。今回のための新作については、以前沖縄に来た時にいろいろ街の中を撮ったものを使っています。なんか初めて来た時めちゃくちゃ独特で、なんていうかすごい肩の力が抜ける不思議な空気が流れていて、ゆっくりした時間が流れている感じですね。このユニットでの制作については、割とコントラストをすごく効かせていて、時代の中でこう輝いたとされているスターっていうのが誰にとってもこう象徴的な存在としてあると思うんですけど、なんかそれらが時々折に触れ、なんかこう心に引っかかってくるというか、そういうのって誰にでもあると思うんですけど、私たちにもあって、時空を超えてくる存在というか、そういうものと、そういう輝かしい存在と、あとこう街を歩いて観察して撮った、こう人から忘れ去られるような一瞬の瞬間を切り取った、例えば廃棄物とか道に置き去りにされているものとか、でもそういうものも同じようにこう輝きを放つ瞬間があって、でそれらを対比させて同じぐらい輝いてる瞬間があるっていうコントラストを効かせて、それをコラージュして組み合わせてやっているという感じです。それを見に来てもらえればと思います。